ご飯食べたり。まあ、軽食。軽食？軽食なんか無理だよ。俺ら軽食できるわ。そんなわけないじゃん。おいしい。めっちゃけど腹いっぱいこっち。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。このロケーションなかなかないんじゃない？ないないない。海見ながら、ね、日に沈むとこ見られるとこ。車温泉チャンネル。はいはいはい。はい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 。はい。はい、このまま帰りたいもうね、本当に今日今帰ったってそうなんですよ。何の不満もない。何の不満もないですよ、うん、もう満たされまくった。満たされまくってますね、本当に、はい、我々だ、どこの何の店に行くかも我々は知らない。そう、知らないわけなんで、うん、やっぱもう縛られてんのが一番嫌い。なんですね。でやっぱロケもさ、結局テレビのロケだったらこれ俺らは絶対言わないよ、もちろん、まあ、もちろん言わないよ。そう、言わないけどさ、まあ、それもう 入りが違うからね。そう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 、うん、これはもうプライベートという、うん、そう、まあ、前回の仕事でいいねって言ったけどね。もういいね、仕事ってことでいいね、これは。いや、これはもう、いそ終わり議論か。これもロケね。これもう、ロケ前回もう仕事、楽な仕事として考えようって言ったからね。うん、だからそのより楽な仕事っていう面で言えば、そうそう。もう帰りたい時帰れるっていうのがやっぱベスト。それが、だって、俺らって何って言ったら、うん、帰りたいとか帰れるっていう人間なんだよ。そう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 、本当にそれが一番、そこを飯会とかが苦手なのはそういうことじゃん。そういうこと、本当そこどんどん排除していって、本当俺は向かいだけになったっていう。例えば今日ぐらいのお腹の感じだったら、うん、じゃあ最後どっかでデザートだけ買って、はい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 、食べて終わりましょうとか、そうね、そう、ちょっと帰り道、そう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 、サービスエリア寄って、はいはい、なんかソフトクリーム、はい、ぜーだな、はい、はい、それでエンディングみたいな。だよね、ね、あ、それがベストだよね。それぐらいのフランクさ、そうそうね、それぐらいの自由度は欲しいわね。あってもいいかも、終わりはもうこれが最後で、年内ね、年内最後ですってね、ということらしいの。あ、いやー、なんだかんだよね、年またぎましたね。いつからやってますか？4月？そんなことないじゃん。4月だって桜咲いてたじゃん。そうね、あのだから3月か3ぐらいか。あ、そう、来年に向けてちょっとみんなの意見をちょっと吸い取って、はいはい、はい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 、あっちにも言い分あるかもしれないです、それは。いや、まあ確かにそう、うん、こういうとこが嫌ですとか、うん、今年のうちにそういうの全部やっといた方が、ね、全部洗い流しといた方がいい、出しといた方がいい、海や全部ね。真っ暗やね。暗ですよ。星とか綺麗だろうな。あ、だからそういうのも、あ、いいじゃん。あ、焚き火いいね。いいよね、焚き火。やりたい。焚き火やってない、焚き火トーク、はい。基本トークベースでやることに変わらないんだけど。いや、本当にトークベースなんだよ、これ。何してる時も。整おうが。あの椅子の結局、トークだからね。ずっと喋ってる。ずっとトークしてる。ずっと喋ってる。流木トークとか。確かに。もう何、前に丸、もう丸々じゃん、もう。丸々の話やん、だから、もう。だって焚き火の映像みたいなのはやっぱ需要があるわけでしょ。あるあるある、やっぱり焚き火の絵は需要あるけど、私焚き火で話してる焚き火トークは別に、焚き火トークは需要あんのかは分かんないけどねそういうシチュエーションによって我々の喋りたいことも変わるかもしれない、うん、まあ確かに。焚き火を目の前にした時に出るトーク、うん、思わぬ深い話が飛び出す可能性もある。
愚痴をね、そう、まあ、愚痴をもう薪とともにくべてこう、それもいいかもしれない、もうここでお焚き上げ、お焚き上げするってこともあるし、大自然が YouTube でやってたんだよね。あ、焚き火？そう、焚き火トークみたいな、そう、本当に焚き火囲んで、スバルゴーゴー。もう寝るやん、もう寝るやん、もうしわいやん、もう眠い、飽きてるやん、もう本来ならこのまま帰ったら、うん、何時ぐらいに東京着くかな。まあ7時ぐらいには着くかな、ちょい過ぎぐらい、7時ちょい過ぎぐらいね、ちょうど着く。まあちょうどいいよね、まあまだあと2時間ぐらいはちょっと家でだらっとできる。そうだね。でこっから、うん、もうちょっとらもうあれ6時半ぐらいにどうやらお店に着きます。はいはいはい。 でまあ多分30分通ります、ね、取る、それも30分、まあ、7時から、でもこれねやっぱもう30分ぐらい回してるから。あ、まあ20そんとそう、もうできてるんだよね。内容とかじゃなくて回ってたらいいみたいになってるけど。尺だけ回ってりゃいいもん。尺だけなのよ、尺だけなのよ。これでもほんといい車、これ。あ、そう、マジでこれなんかもうなんかずっと乗ってたかなっていうぐらい乗りやすい。あ、そう、馴染み方。へぇ、車いっぱい欲しいな。いや、そんなないみたいな。いるか。ほんと所さんみたいな感じの。あ、そう、高級車じゃない。ああ、乗用車をいっぱい。あんま聞いたことない、そういう人。あんま聞いたことない。チタリティやつだから、なんかスポーツカーとか、まあ、スポーツカーそうあって乗用車みたいなのって、一回も道間違えてないね、今日は。今日一回も間違えてない、うん、もう着きますよ、ね、もう着きますよ、ね、あと5分ぐらい、こんなとこにあるの。確かに、なんかすごくない、なんかお店とかがある感じがじゃないね、全くしません、全くしませんよ、ね、街中でもないし、マジで怒んないもん、なくても全然怒んない、うん、あーでもなんかありそうな気がする、ありそうな雰囲気出てきた。あ、ちょっと街中戻ってきたな、うん、あ、これはある、マックもあるもんだって、これはある、あ、これはあるわ、これはあるな、チェーン、チェーンだらけよ、ほら、もうガスト、もうほら、ココスとか夢あんとか、もう夢すべてのチェーンが集まる街じゃん、ココイチとかココス、ケンタッキーもすべてのチェーンだ、チェーン、チェーン連れてこうとしてんのか、チェーンだ、チェーンだったら、チェーンだったらいいけどね、あれ、なんだ、ついたよ、これココスか、ここか、あら、あ、これはこれでもめちゃくちゃいいお店です、これ絶対、絶対そうなんだよね、間違いなく、ああチェーンの激戦区で、そうそうそう、確かに、こんだけ東京でもブイブイはしてるチェーンの中、いやいや、ここでやっているというこの凄さ、オセロで周り全部黒だ、全部チェーン、マジで。すみません、失礼します、すみません、車温泉チャンネルでございます。なんかこれ、なにこれ、タルト、え、あ、デザート、あ、こんなんあるんだ、すごい、いや、これはすごいわ、で、うわ、ケーキがまず自家製で、ね、
そう。なんだここ。知る人ぞ知るなのかな。そうなんだよね。僕はレアチーズケーキで。もうお冷やからあもう感じるよ、ね、お冷やただものじゃない店お冷やがうまいそのお冷やのグラスじゃないねこれはちゃんとスタッフさんの分もこうな分皆さんあお冷やうまいこの冷え方この冷え方はやるよこれはやりますこの冷え方はやるよ我々ぐらいになると、はい、もう分かるんですこれだけで分かるお冷やで分かるんですちょっと味分かりましたちょっと分かりましたレモン、レモンちょっと入ってますよね、はい、こだわこれはもう絶対にうまいあこれだからもう満腹メニューあら満腹メニューボリューム絶対に満腹メニュー、ね、満腹欲張りセット欲張ってます欲張り両方食べたい人だこれあ両方食べたいもんね俺らはやっぱ両方食べてなんぼの芸人ですか両方芸人両方芸人なんでね。そうですよね。ああ、そうなんですよ。それでやってきてますもんね。うん。カツラステーキってなのね。このお店背負ってるってことは。そういうことですよね。もう間違いないっていうことで。激辛なんて。あら。うわ、デザートこれ。あら。あ、ランチメニュー。ランチメニューもやってますね。なるほど。レアチーズケーキ。買ってほしいよ。わかる。これ絶対。絶対うまいの分かる。だから俺らもう食わなくても分かるよ。水で。これでもう分かっちゃったから。うまいの分かっちゃってる。違う。食おう。食う。カツラステーキと普通のステーキって何をしましょうか、カツラステーキはリブロースを使用しておりまして、はいはいはい、柔らかくて、うん、一応看板のステーキですので、ですよね、ああ、そうですよね。はいこちらはカツラステーキの1ポンド、はい、うわ、1ポンドね450あらステーキ焼いたら450じゃあペロリといくすごい欲張り僕欲張り欲張りセット欲張りセットです、はい、こちらのソフトドリンクからお選びいただけます。ジンジャーコーラコーラコーラでお願いしますガブジョゲサレンスよ。いく。食べるか。そうだね。絶対。みんな食べたい。250円。はい。加減いかがなさい。ミディアムレア。かしこまりました。はい。コーラ。はい。コーラ食前か食後どちらですか。食前で。すいません。なんで殴ってでもハンバーガーを止めてくれないんだ。いやそこなんだよね。1個殴ってでも。いやでそれかいやでもあそこはあそこでめちゃくちゃうまかったからね。結果もちろん食ってよかったんで。だからなんであそこ看板を隠さない隠さなかったって。おいくつですか。いやもう42です。36です。食いたいもん、食うんですそういうやつですね。もう自我を通していきたい。この後悔したくないです。もうこう、なんか今までいっぱい後悔してきて少しでも後悔のないようにあとは行きたいなってなって、そうだとしたら欲のままに食べたいってなったら食べちゃう。でも今後悔してますよ。今はもうめちゃくちゃ後悔でも食べずに来たら後悔してる。そうな。あの時になんで食べなかったんだろうって後悔を結局するんです。あそこ食いたかったなって、あそこのタルタル絶対うまかったでってなる。なるの。食わないで後悔するぐらいだったら食って後悔したい。こっちは。まだね。まあ。まあ、まあ、なあともう一個だから夜を決めないっていう。これどうだろう。夜をフリーにしといて。どう。でなんかこの近くの入れるところにアポなしで行ってみたいな。その夜飲み気分飯。そう。
その時のだ今日のテンションだったら、うん、あじゃあ最後なんかスイーツだけ最後食べて帰ろうよでちょっとテイクアウトでもいいしちょっとスイーツ買って最後ちょっとまあなんか景色が綺麗なところで食べてこうエンディングとか それじゃあもうお店を探す手間も一個省けるというか抑える。でもリスクもあるじゃないですか。リスクとは何もないと何にも例えばなかったとか、うん、唯一あるお店を断られるとか、うんうん、ただすごい文句ですよ文句で一本作ってるからそれならどっちも文句があるから仕込ませてくれるね。その時はやっぱそこが醍醐味みたいなところもあるよね。そうそうそう、なんか行きや今日はどうなるんだろう、今回の旅の最後はどうなるんだろ う、うん、うちょっとだから車温泉チャンネルに足りないのはそっかもしれない。ちょっとドキ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 感ね。やっぱちゃんと用意していただきすぎて、そうちょっと技術もスタッフも完全にちゃんとしてるからか素人がもう一人もいないからプロで素人がもう一人もいないからさプロ集団でやってるからさドキドキがないんだよね多分1個だけ約束してほしいんですけど、何でしょう、当日下った時に文句言わない。いやだからそれはもう文句で一本文句でもその文句はさ別にこっちに矢を向けるわけじゃないからね。なんだよね、なんだね、なかったのかよっていう、もうだからさ、そのあれじゃんこういうのもさ、うん、あの何の情報もなく入った店が、うん、うまかった方がうわーってなるじゃん。それもあるもう調べてきたってことはもう間違いないんだからさ、美味しいのは一回それでやってみる。全然いい、全然、うん、全然いいんですけど、うん、なんかその文句は私には文句はない。それはいやいやいや、これ安心して。それはもう、それは言わない。こっちで言ってるんだよ。取ってますか、ね、もちろん。それは言わない。それはもう、やばいやつ。やっぱわけわかんない、ね。それはやばいやつ。こっちやらせてくれって言って。文句言い出したら。文句言い出したら。やっぱ俺らもテレビ見てて、うん、やっぱ芸能人ってやっぱちゃんとしたお店用意してもらって、そこにいて美味しいっていう仕事いいなって思って見てるけど、でもプライベートの人間たちってそんなことないじゃないですか。お店ってやっぱ自分たちで探すし、うまく店取れないこともあるしっていう、やっぱそこの共通点、視聴者とのあこの人たちもやっぱ人間なんだっていうみんな一緒なんだ、一緒なんだ、親近感をやっぱり与えることができるのが YouTube の良さだったりするよな。そう本当にそう、本当にそう、距離感だから YouTube 距離感ちょっと来年一発目はじゃあ、うん、もうそうまあだからこれまで通りお風呂はもちろんちょっとお風呂我々じゃそんなアポなしじゃ無理じゃんそれは無理だよね。これはもうだってどこに行けばいいか分かんないよね。逆にだからそちらからもやってほしいっていうのもあるし、そう来年に向けて演者への不満演者への不満改善点あるから、それはそう今年最後だから、うん、これがね編集してる感じだと、はい、ご飯とお風呂はやっぱ編集してて楽しいな。あ、そうですか。ご飯とお風呂はんということはそう、ドライブトークのドライブトークのところが、うん、今週これで大丈夫かなってそれは言われてしまった。それはもうちょっと困っちゃう。しょうがないんですよね。それちょっとね。多分気づいてらっしゃらないかもしれないですけど、はあ、
2ヶ月後に同じトークをしてる。怖っ。あ、もうこれバッサリ使えないなみたいな。怖っ。だとすると今日もありました。物忘れ激しくなったって私今日社内でしてるんですけど、多分それしてるしてるもんね。本当に、あー、ちょっと食堂サーメンなんだ。うわ、はい、うわ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 、これ250、これ250とは思えないボリュームだよ。300ぐらいあるそうだよね。おお、欲張りだな。絶対にうまい。300以上ある。これはすごいぞ。あ、お箸嬉しい。お箸分かってる。手元、お手元、お手元に、お手元。これ、え、これどうやって、好きな方かけてってことじゃない？ジュッと。ニンニクをちょっといってみようかね、これちょっと。ああ、いいね。ちょっと。はい、いただきます。うん！うまーい！おいしい！おいしい、これ！え、この、こちらなんだ。うんまっ、お茶碗がいいわ、これ。なんだこれ。またちょっと、固めのご飯。なりゃそうなのよ。ポロポロっと、うん、ほろける固めのご飯。うんまっ、これ。こうやるからさ。そうだね。しっとりするんだよね、これでな。だから、あんまりここベチャベチャだと。ほんと、ベチャベチャのベチャベチャだって。うん。固めだとね、これ。タレダンクさせてちょうどいいのかな。ここはすごい。ちょっとめちゃくちゃうまいんだけど。めっちゃうまいわ。うんめぇ。うん、うん、めぇ。うんめぇな、これ。ハンバーグいくの？今、ハンバーグライスこう流行ってるから。はい、ほら。そう。うわ、ん、おいしい。ハンバーグめっちゃうまい。うまい。うまい。うん、めっちゃ柔らかい、これ。うん、まこれ止められねえぞ。すごい食うね、入るね。結局入っちゃうのよ。インコも振って、インコ振ってみたら。いいですか？うん。美味しそうですね。ニンニクとおろしありますけど。ニンニクで。はい。うまい。うまいね。うまいね。いやー、これってよかった。うまい。久しぶりのね、そう、一個前が、ね、一回休みだったからね。一回休みだった。うまっ。うまいね。うまいね。めちゃくちゃうまいんだよ、これ。米が。米マジでうまいな、ここ。はい。自家製ケーキね。大変もんこみくりましたあの前回のこっち定点で後ろで、あ、はいはい、スタッフ陣が食べてるっていうのあれどうだったんだよね。コメントものすごい、うん、大評価、うん、あ、じゃあそれ今回も
せっかくやればよかった。みんなここで食べて。そうね。でインコも結局だから起きたいでしょ。あっち合流したいでしょ。起きたいっす。正直ね。こっち取ってるじゃなくて。じゃあこれ置いちゃいます。置いちゃって。置いちゃって。そんなやり方やっぱりいいよね。普段絶対やらない取り方をしてくれるっていうのは嬉しい、ね、あんな声の取り方絶対しない。普段の番組では絶対しないテクニックじゃん、あれは。あんなとこでさ、あんなとこにカメラ固定して撮る番組ないだろ。ちょっとカメラ、でもそれがまたいいじゃん。カメラしごみますねって、そんなないじゃん。こんな、まあ、スタンバイってみんなちゃんとさ、そうそうそう、技術さんがこう、そうそう、いろいろ三脚とか立ててやるけどさ、ない、障子に挟んでね。挟めないだろ、そこで。無理だって、それ。あ、いけない、いけない。本当に撮れてんのかな、この絵で。あの、見てください。いい絵が撮れてます。あ、でも倒れてる。倒れてんじゃない。あー、じゃないよ。新しい技術がみんなも、そうだね、環境で、うん、どんどんこう身についていくんだよね。新しい、だからスキルアップ、みんなスキルアップしてくれば、それはもうウィンウィンウィン。いざ地上波テレビの仕事がなくなっても、そう。ノラの、そうノラカメラマンとしてね、ノラディノラディノラピーみたいな感じが強くたくましく生きるために大事なんだよね。いや自家製ケーキっていうのがすごいよな、このステーキハウスで。ね、自家製ってなんだっていう。自家製ほど惹かれるもんだよ。ないよな。なんだろうな、自家製っていうパワー。やっぱ。うわー、ありがとう。うーわ、ニューヨーク、これニューヨーク。ちょっと待って。うわ、うまそう。めっちゃ美味しそう。うわー、チーズケーキ、ほら見てこれ、レアチーズケーキなの、これすごいんだから。みんなさ、こんな水回しです。なんで この音めっちゃうまくない、この音。この音めっちゃうまいよね。めっちゃうまいの。めっちゃうまい。あ、うまっ、うまっ。すげえ、めっちゃうまいっすよ。これめっちゃうまい。いや、ケーキ屋としても戦えるじゃん。すごいな。ビッグチョチュは、ビッグチョチュは。めっちゃうまいっす。ベイクドめっちゃうまそうやん。なんかスポンジ生地のところと、やばくないっすか。ベイクドうまっ。うまっすね。うまっ、めっちゃうめえ、これ。うまい、うまい、うん、めっちゃうまい。あー、すいません。ガーリックトーストね。何ガーリックトーストだけ。あー、おいしそうだね。めっちゃうまいじゃん。おいしそうだね。すげえジューシー。ガーリックトーストもおいしいよな。いや、だからパンも食べたい。パンもね。もう腹が8回出そうだよ。やばいよね。やっぱこのチャンネルのせいで痩せられないじゃん。これ本当にあるんだよね、もう。いや、スピーチやん。いや、これでバカになっちゃうけど、その、
これでもうやっちゃったからっていうのあるここでタガが外れる我慢してたのにあもうあの時食べちゃったからってなるのよいいんじゃないもう来年に向けていろいろねまあだからこういうこと新しいことやっても別にいいけどねだからその温泉車温泉プラスなんかマジで俺はじゃあピアス開けた本当に俺はもう本当に言ってるじゃあピアス開けていこうよピアスを開けたいだから俺思ってるのがその車で温泉行くっていうロッケ以外にもうサクッとやるのでもいいんじゃないかなと思うんですね。うん。1時間ぐらいで。ただピアが開けに行くってだけの。でもあれなんだよな。その、ロッケ稼働すればするほど金かかるんだろ、これ。そういうのもある。だから、小回り効かないんだって。一回取るってなったら、取らないとダメなんだろ、俺は。それ皆さんもそんな呼べないだろそんな1時間で今日は1時間のロケですとかだからそこに関してはだからもう俺が回すでもいいよああそんぐらいのやつだったらそれは編集してもらう そこはちょっとそうお願いします編集だけだけどそうあもういきます iPhone でよければなるほどねいやもうお前も来なくて金かかるから単純にあの俺のマイカーをカスタムしに行きたいと思うんだよ。ああ、なるほど。そう。なるほどね。そうそうそう。まさに車だからいいよね。そうそうそう。そこも見せたいんだよね。とりあえず、あの、ジープが来たら。ああ。あれ、いつって言ってた？来年の春ぐらい。あれ、あれ、納車の瞬間はそれ見たいよね。納車の瞬間もそうだけど、そのまま、もうボディを白にしたいんだよ。うわぁ。うん、あとちょっとあったかくなったらバイクも乗るみたいなバイクサイドカーみたいな見たことない見たことない乗ったこともサイドカー面白そうやけどサイドカーの旅窓も焚き火ねさっき焚き火焚き火はちょっと次焚き火したいなキャンプ、ね、キャンプ2月1月2月1月ちょっと寒いか最高だからテント宿泊も出てきたらもうたっぷり取れるだろうたっぷり取れるけど話同じだねでキャンプお泊まり編だとすると一人ゲスト連れてったらと確かにねそしてなんか楽しくなりそうだ確かに確かにその寝る前の、うん、そうだなんかこ う, う、ね確かにね、修学旅行的なノリもできるし、うん、あーもういいねあいい時間あ7時半いい時間これはもうめちゃくちゃいい時間ちょうどいい都内で9時まだ8時になってなかったのが本当良かったいいうん、行きましょう。で来年に向けてね、はい、ちょっとだから これが今年一応最後。そう、今年最後なんで、ということで、ね、もうありがとうございました。ちょっと来年もね、はい、ちょっと本当いろいろなコンテンツを入れていきたいなと思ってますので、はい、ぜひ。これまたこの話してるよみたいなのもね、ちょっとあるかもしれない。それも込みで、それ込みで楽しんで、それを込みで楽しんでいただければ。年齢重ねるとこんなことになるんだって言うのもみんなにね。そうそう。またちょっと別の言い回しとかになってる可能性もあるので、そこら辺もちょっと楽しんでいただけたらなということで、来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。すごいよ。うわすごい。富士山。やばドカーンよ。もうやってんのこれ。いや逆にどこから始めていいかわかんないんだよ。ワイドショーの人たちそんなそんなもんじゃないと思います。ちょっとごめんね、今こっち向いて休憩入ってるからいや、撮ってインコ仕事して
結構深さあるんですよこれ。4-5メーター。4-5メーター。じゃ結構いっぱいありますよこれ。